こちらは福岡県大牟田市にある源泉かけ流しの銭湯ユリイカといっても天然温泉ではありません。ここでよどみなくあふれているのはひらめきの源泉。人や社会をめぐる当たり前のコリがじんわりほぐれてちょっと自由になれる。お湯から上がる頃には誰かと話してみたくなる。そんな湯あみの時間が今回も始まります。ひらめき源泉かけ流しチャンネルゆりいか。面白いですね。まさにこう人を見ている、人を見るっていう福祉を担う社会福祉協議会だからこそ、そのまあ移動というのを本当に何ていうか生活の一部として、そしてまたその翻ってまたその人を見る、見守るというかですね、っていうことになってるんだなと思って、すごい興味深いなって私もその事例見ててですね思ったのと、もしかしたら多分野村さんもどっかで書いて、その本で書いてると思うんですけど、実際にこれはあの大牟田でもこう乗り合いタクシーとかの実証実験する中で、乗り合うことの楽しさみたいなのがよく言われるじゃないですか。あの一緒に乗った人同士があのおしゃべりをして、まあ、それがとっても楽しくて、またそこで要は車の中が交流の場になるみたいな、その目的地に行くまでの間がとてもまた有意義な時間になるっていうのがあって、これあの私たちもこういろいろ話していく中で結構あの振り返ってみると、例えば僕とか原口さんがこう一緒に電車で隣に乗って移動する1時間で結構ずっと喋っててあっという間だったりするんですよね。でこうなんか移動してるそのあの空間でとっても不思議で、普段だったらありえないパーソナルな距離感にこう2人が位置づいて、まあなんか同じ方向を見ながらとか、まあ、時に向かい合ったりするわけですけど、まあ移動しながらだとなんかこうおしゃべりも結構弾むなっていうのがあったりするんですけど、こういうのって野村さん、どう感じられてるか、どう見られてるのかな。あの非常にこう面白い点で、あのやっぱりまあ交通経済学とかの視点からだと、やっぱりまあ交通って派生需要、まあ、つまりその行った先で何かを買ったりとかっていうところだと思うんですけれども、やっぱりその移動する楽しみみたいなところに身を向けてみると、やっぱりその生活者の目線からそこが本当に重要だよなっていうふうに思っています。なのでそういった意味では、まあ例えばですけど、僕も地元でまあコミュニティバスですね、1週間ぐらい乗って調査をしたことがあったんですけれども、やっぱりあの利用者が少なくてもですね、その中できちんとこうコミュニティができてたりとか支え合う、まあ、仕組みではないですけれども、まあ、なんていうんですかね、すごい優しい世界が広がっているっていうところがあるんですね。まあ、ただそれ交通事業っていうところを考えると、まあ、それ優しかろうが優しくなかろうがあのお金が入るかどうかみたいな話になっちゃって、結構それはちょっと残念な話になっちゃうんですけれども、まあ、移動っていう観点から捉え直すとですね、いかにこう楽しい空間を作っていくか、まあ、社内で、楽しい空間を作っていくかとか、まあ、生活その高齢期っていう最後のライフステージのところでいかにこう楽しい生活を過ごしてもらえるかみたいなところできちんと考えていく必要があるのかなっていうふうに思ってまして、意外とそのバスに乗って高齢者の中でですね、先輩と後輩とかがあって初めて乗ってきた人にあの乗り方を教えてあげたりとか、あのまあ運転手さんもですね、あのきちんとまあ、きちんとというか何て言うんですかね、あのすごい気を使いながらやってたりとかで、まあやっぱりその過疎地の中でもですね、そういうまあ社内でですね、そういう和気あいあいとなっているところとかもありますし、まあ、これはまあ住民送迎に関してもですね、あの、まあ、これまではタクシーの運転手プロフェッショナルと、住民さん、まあ、利用者運転手利用者って話でしたけれども、まあ、今は住民さんと住民さんみたいな形になってきてて、なんかあの京丹後とかだと昔自分の小学校の先生とかを乗せるようになったとか、そういう話も聞いたりとかして、まあ、そういった中でまあ地域っていうものがこうまた今なんていうんですかね、再度まああの再びこう公共化するというか公共移動化し始めている部分も一定あるのかなっていうところはちょっと思っているところであります。まあ、そういった意味ではその社内の楽しみとかあの空間をどう作っていくか、まあ、デザインみたいな話になっちゃうと思うんですけれども、まあ、そこも非常に重要な視点かなっていうふうに僕は思っています。今のも途中で、いや今の事例自体もすごい面白いんで、あのまたまたゆっくりとも思うんですけど、今の途中でもあの出てきていたのあなんかこう地域が改めてこう統合され直すか公共化され直すみたいな話の中で、あの中でも書かれてたと思うんですけど、脱所有化の議論が起きて、あのつまり自家用車
要はモータリゼーションでバスがなくなったよってな、なくなりそうだよっていう中で、まあ、断片化して行ってしまう公共交通にもちろん維持される価値はもちろん高くある。でいろんなマルチな事業者が多様性を持った移動を保障するっていうのも確かにあるけれども、一方で自家用車に類するようなものを脱所有化してライドシェアとか乗り合いみたいな形で ある意味公共化し直すというお話が多分またこれすごく面白いなと思うんですけど、つまり自家用車、つまり自家ってついているプライベートな車が公共化する、公共物化するということを提唱されているとか書かれて施行されているじゃないですか。この考え方はつまりシェアリングエコノミーと言われるものが持っている公共との関係性というか、これこういう話も、まあ、これ自体はもしかしたら脱という言い方がアザーサービスのさまざまなことっていうのはここだいぶ当たり前にもなってきてるところあるんですけど、車が公共物化するっていう話っていうのはまさにこのどちらか車なのか地域公共交通なのかっていう話とは違うオルタナティブを出してより多様化していくのと、今お話で言う PPPP の議論で市民がドライバーになれるっていう意味での公共になる大事な主体に変われるみたいなところの可能性がすごくあるってことですよね。そうですね。まあことこのライドシェアみたいな議論をするとやはり交通事業者の方々から当然反対が出てくるのも当たり前なので、あんまりこうライドシェアみたいな言い方も使い方はすごく気をつけてる部分はあるんですけれども、僕はまあ2つのキーワードがあるかなって思っています。まあ、1つは先ほどおっしゃっていただいたその脱周化っていうのを通じた最公共移動化っていうのがあるんじゃないかなっていうふうに思っています。脱周化っていうのはジョン・アリの言ってたまあ、ディプライバタイズという形で、まあ、自分の車をまあ再びそのカーシェアだったりとかライドシェアみたいな形で、まあ、先ほど原口さんおっしゃっていただいた、まあ、自家用車を公共化するっていう、まあ、ある種の矛盾をはらんでるような、しかしそこでのオルタナティブを探していくというようなプロセスにあるのかなというふうに思っています。でそこからまあ最公共移動化、再びの公共移動化っていうところで、まあ、公共移動化っていうこともアリの言ってる、概念というか、まあ言葉でムービングインパブリックというふうに彼は呼んでたと思うんですけれども、つまり公共の中で移動する、まあこの話の前半にあった鉄道なんかはそうですけれども、まあ、そういったところで、まあ、振る舞いをするとかですね、そういったところでまあ移動をしていくというところになるんですけれども、まあ、それがまあ車っていうところで、まあ僕はその最公共移動化が起きていくんじゃないかなっていうのも一つ思っているところです。まあ、ただこれは一概に肯定できるものではありませんし、とはいえ過疎地地方部の現状を見たときに地域資源としてあるのは自家用車と地域住民の皆さんなんですね。でかつ、まあ、そこにまあ衰退している事業者があったとしても、先ほど申し上げたようなオペレーションであったり安全管理をしっかりとしていくような仕組みをしたりとか、まあ、そこに行政がきちんと補助を出していくとかですね、単にこうジャブジャブとですね補助金をつぎ込んでいくんではなくてですね、適切なところに、適切な補助金をつぎ込んでいくっていうところにつながるんじゃないかなというふうなところで、まあ、脱周化を通じた公共移動化というのがまあ1つ目のキーワードで、もう1点が、プロシューマーですね、生産消費者という議論なんですけれども、まあ、先ほどもおっしゃっていただいたような官民市民連携っていうところで、まあ、今まで そのパブリックプライベートパートナーシップっていうところにそのピープルが入ってくるというところでの PPPP というふうに呼んでいますけれども、これ海外で実際にそういう特に地方版マースなんかの議論でも出てくるというところなんですね。で、そのピープルっていうところの、まあ、人々って何なんやっていう話になると思うんですけれども、それがまあ一つにはプロシューマーを意味するんだって言ってるまあ研究者もいます。それは、まあ、プロデュースしてコンシュームする、まあ生産消費者ですね、まさに。これは、まあ、なんていうんでしょうか、いろんな文脈で生産消費者っていうのは言われてると思いますけれども、例えばエネルギーの文脈とかでも電力ですね、まあ、自分たちが貯めて、まあ、売電をしたりとかして、あるいはまあ自分たちがそれを使ったりとかしてっていう意味のプロシューマーっていうのもあると思いますけれども、特にその移動とか交通って面で言うと、まあ、将来的な自分の利用可能性も含めた今のプロデュース、まあ、将来的なコンシューム含めたまあプロデュースみたいなのがあって、まあ、そういうなんていうんですかね、地域の中でのそのプロシューマーをこうなんて生み出していくような仕組み作りっていうのも一つ大事かなというふうには思っています。で、京都の北部でのそういったマースとかですね、その ICT を使っている事例、まあ、あるいは住民送迎の事例なんか見てても、将来自分が使うかもしれないんで今はプロデューサー側に、プロデュース側に回ってると、生産者側に回ってるというところで、まあ、そういったある種五条の関係性、支え合いの関係性みたいなところが、まあ、今その
さっき申し上げたような脱周化を通じて公共移動化の中に置きかけているっていうのは、まあ、非常に面白いところなのかなというふうには思っています。なので、まあ、ここまでの話でいうと、まあ、車とかライドシェア、それ自体はもちろん肯定できるものではないんですけれども、地域の実態を見たときにそうせざるを得ない場合はそうしていくというところで、まあ、各アクターがそれぞれの専門性を出しつつ、まあ、市民がですねきちんと移動とか交通、まあ、あるいは公共的なものっていうのを考え直すきっかけになれば、まあ、僕は一つ、まあ、なんですかね、市民社会の転換点みたいになるんじゃないかなというふうには思っています。いや今のも面白いなと思うんですよね。なんかなんていうか要は、まあ、人をストックというわけではないんですけど、つまり何か自分たちが、例えば空き家の話もそうかもしれないし、例えば高齢になられた方が、大きい家に住んでます。で、例えばそうしたら空いてる部屋を下宿に使ってもらうとか、若い人たちのルームシェアに使ってもらうとか、いろんなことって、例えばそのストックの活用って検討する余地っていろんなところでもっとあるとは思うんですよ。つまり新たに建てるっていうことを新たに作るっていう時代でなかなかもうない中で、特に公共性が高いものについて自治体が予算を拠出するっていうことは、なかなかかなり難しい、もう ほとんどの自治体で難しい状況にある。でその中で自分たちの家には、自分たちの生活には僕も含めてですけど、誰もが僕ここにはいろんなものが、実は使ってないものをいっぱい持ってるんだけれども、新しく作ってくれっていう社会なのか、自分のところにあるからこれをみんなに使ってもらおうとか、いつかこれを誰かに使わせてもらうことになるかもしれないから、今は自分だけじゃなくてみんなで使おうみたいなことって、ある意味あるものを生かすっていうか、持ってるものを、まあ、生かすっていう考え方って、いや例えば新築じゃなくてリノベーションが建築の世界でも、まあ、ある意味主流どんどんなっていかざるを得ないみたい。これでも、これでなお無理に持ち家の政策を維持して、新規に住宅を作っていくことに固執する必要があるのかって、多分まあそうではないっていうことは、もちろんいろんな事例だとか、若い建築家たちの動き見たら確かにそうだなと思うんですけど、いやこういうことって何かっていうと、いや、誰もが公共になれるんだっていう、なんていうか、まあ、僕らの取り組みのキーワードでもあるんですけど、やっぱり誰もが社会を変えられるんだとかっていうことだったり、誰もが公共を担うことができるんだっていうことに、なんかこう、これはまあ要はリスクの問題とかいろいろあるし、既存事業者の人たちの関係性もあるので、立て付けは NPO が必要だったりとか、オペレーションをリスク管理に長けた既存事業者がするっていうこともあるとは思うんですけど、対局に立った時にはなんか今みたいなメッセージも入っていて、なんかすごくそういう時代なんじゃないかなという感じがします。市民社会のあり方ということです。そうですね。まあ、それと、まあ、特に交通モビリティってところに関して言うと、やはり、まあ、誰もが公共になれるような仕組みができてきた、つまりシステムの部分ですね、ICT がこうどんどん普及してきたことによって、まあ、政策として回すが進んでいるのもありますけれども、やっぱりその例えば Uber をするってなっても、スマホがあればできちゃうみたいな、別にナビ入ってなくてもできちゃうみたいなところとか、あるいは、まあ、アルコールチェッカーとかもスマホに据え付けないやつとかも出てきたりもしてますし、そういう交通事業者が専門性を持ってやってた部分も、まあ、実は市民の部分で、まあ、システムが大体一部できるようにはなってきて、ただやっぱりその最後の部分とか管理の部分とかですね、そういったところはやっぱプロフェッショナルがしていくべきだと僕は思ってはいますので、そういった意味ではパブリックピープルパートナーシップでもダメだと思うんですよ。 人とまあ自治体のパートナーシップでもダメだと思うし、きちんと民間の事業者が入りつつ、その前NPO なら NPO でもいいですけれども、まあ、今だったらマースの協議会みたいな形でパートナーシップを組みながら、きちんとまあそれぞれのバランシングをですね、考えつつやっていく。まあ、そういう意味では、先ほど原口さんおっしゃっていただいたマルチレベルっていうのもガバナンスみたいなのも多分必要になってくると思いますし、まあ、そこがまあまた次の議論なのかなっていうところはまあ考えているところですね。あ、いいですか。野村さんがこう最初の方にこう言っていた、その、まあ、地方においてなかなかこう交通事業者もいなくなって撤退していなくなってきたりするときに、まあ、要は中間的なとかコミュニティとしての移動というか、まあ、そこをどう考えるかというのが一つ のポイントになってくると思うんですけど、まあ、ただやっぱり例えば京丹後とかもうすでにタクシー事業者も撤退してしまってっていうところでライドシェアを取り組むっていうのは、まあ取り組みやすいというか、まあそこしかないっていうところで、まあみんなの合意が得やすいんですけど、多くの地域はまだタクシー事業者が残っている中で、まあ徐々に高齢化をしている。で、じゃあコミュニティどうかっていうと、やっぱコミュニティも結構高齢化しているんですよね。で、なかなかこう、
まあ、こうつながりの強い地域だったらまだその中でも元気な高齢者が頑張ってて今踏ん張ってるわけですけど、都市的な地域だと高齢化が進んでいくとやっぱりどんどんつながりも薄くなって既存の支援組織っていうのも加入率下がってくるみたいなところでいくと、なかなかこう地域でまとまって何かを決めていくっていうのが難しかったりするんですよね。で、何が言いたいかというと、そのマースとかその様々な官民市民も含めてパートナーシップを組んでいくときに、そこを今までのこう価値観で住民だけでっていうとかなり苦しい地域もあるんだと思うんです。で、移動って先ほど途中話でもありましたけど、行った先で消費をするっていうこととかもあるじゃないですか。で、私たちもこういろいろ考えていく中では、やっぱその、なんていうんですかね、移動って移動単体だけではなかなかなくって、必ずその先に目的があって、そこで、まあ、例えば医療に関わるとかですね、そこで買い物をして消費をするとかっていうところがある中では、関係する人っていうのは、決してその、なんですか、私たちが住んでいる狭いエリアだけではなくて、移動した先まで含めて、かなり広いエリアで関係するんだと思うんですよ。そう考えると、その官民市民の連携する相手っていうのはかなり実は多様でもっと可能性に開かれてると思うんですよね。どっかの富士宮市だったかな、そのコミュニティバスとかの取り組みでバス停を置くところにネーミングライツみたいにして、そこのバス停は何々病院前とか何々スーパー前とかでつけることで、まあそこのネーミングライツ券を買うみたいなことで、まあその運営をサポートする、まあ、運営費になっていくみたいなことがあったと思うんです。要はそういうことって、まあ、外国の事例でもあると思うんですけど、なんかもっと自由に柔軟に考えれるんじゃないかって思うんですけど、そのあたりってこう野村さんのお考えとか今までのこう見てきた事例とかでどうですかね。そうですね、本当に山本さんおっしゃっていただいて、ちょっとパラドックス的なところがあるかなと思ってて、例えば東北とかでもですね、やっぱり事業者が全くいなくなった地域でこそようやく自動運転の実証実験ができるとか、新たなことを、ゼロになったところでようやくできるみたいなところがあって、一社でも残ってればなかなかその利害調整とか、まあ、ステークホルダーの話で難しくなってくるっていうのがあって、非常に難しいところもありますし、一方で都市的な地方、都市的な地域においても共倒れしちゃう可能性ともともすればあるかなっていうのは思っていまして、なんですかね、中途半端にというか、残ってしまってる事業者さんで、そしてそれを使わない住民さんというところで、この平行線のまま地域がこう終わっていっちゃうというとあれなんですけれども、衰退してしまうっていうところも実際なくはないですので、そういった意味では非常にこうパラドキシカルなところをどう捉えていくべきかというのは、自分も迷いながらというか、どうしたもんかなと思いながら研究しているようなところはあります。一方で先ほどおっしゃっていただいたように、派生需要ではあるんだけれども、であるからこそそこで関わりうる人をどん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 増やしていくというのは非常に面白い点だと思いますし、今度そのマースという点で言いますと、やっぱりいろんなバージョンのマースが出てきているというのも非常に面白いかなと思ってまして、観光型であったり福祉であったり医療であったりっていうところで、私はその本の中では多様なアクターっていう話をしていまして、そこの中ではマースのことはあんまりちょっとそこまで深くは掘れなかったんですけれども、やっぱり今そういうところで言うと、特に日本の場合はいろんな事業者が関わってきてる、これは両面あって、一方ではややこしいんだけれども、もう一方ではそれだけモビリティっていうものをいろんな人が価値を見出そうとしてるっていう時代のところだと思うんですね。そういった意味では、より広範な人が関わることによって新たに生まれる価値競争みたいなところを考えていく、その事例の蓄積をこれからしていく必要はあるのかなというふうに思いますし、一方でその5年10年経った時にですね、きちんと分類をしていくといいますか、何番マースはどういう地域で有用なのかっていうことをきちんと検証していくというのが多分研究者の仕事だと思いますので、そのあたりも交通工学とか交通経済学の先生含めですね、していく、僕ももちろんですけど、検証していく必要あるのかなというふうには思っています。時代としては非常に僕は面白いと思いつつも、自分が関わっている地域のじいちゃんばあちゃんの顔を思い浮かべると、面白いというかどうでもいいから便利に移動できる社会を作ってくれっていう話になってくるんで、そういったところの両面あるのかなというふうには思ってます。いや今の今でももう一個だけなんですけども、梅本さんと結構調べてた時期があって一緒にで移動について、でその中でおそらく確かフランスだったと思うんですけど、中心部、町の中心部の事業者は、従業員あたり、従業員数に応じて、交通に関する、公共交通に関する税がある。
で税を取るっていう形ってすごく面白いなと思うんですよ。つまりさっきメモさんも言ってたんですけど、要は中心部で事業を行っている商売を行っている人たちは空洞化っていう議論が起きて、でそれは皆さんみんな来てくれなくなると、それは郊外店に行くからだって話が一方でこれまでずっとあったわけですけど、それにとどまらずこれからは、移動できないから来てくれないっていうことが起きていくわけじゃないですか。だから中心がなくなっていく、終焉化していく、中心が複数化していく。でそれは小さな拠点の議論とかコンパクトシティの議論でも全然ネガティブではないっていうのはもちろん分かっているんですけど、一方でにぎわいみたいな話とか産業の議論まで考えていくと、まあそれはいい、そのままでいいって話でもないだろうって。で考えたときに、おそらく移動した後にすることは間接的に、どちらから見るかだと思うんですけど、間接的っていうか僕からすれば直接なんじゃないかって感じするんですけど、かなり利益を享受してきた。つまり公共交通があってくれるおかげで、商売ができていたっていうことが、当たり前にあった。ないしは従業員を、通勤させることができたっていうことが、あっただろう。で、そういうことについて、移動の議論をしたときに見えなくなるってことを多分梅本さん言っていて、ないしはそっち側の人たちまで本当は受益者ですよねと。乗ってる人だけじゃなくて、その場に、その何に乗ってるだけで、それを事業をやってる人たち中心、ないしは目的地で。そういう人たちは実は自分のところだけの、バスを走らせるということだけじゃなくて、例えば従業員のためにバスを出すことはあまり考えられないなって考えると、ある意味移動が保障されている地域であることによって初めて産業が成立するんだっていう、でそのヨーロッパの確かフランスだったその税の議論ってとても面白いなと思った。それで新しい公共交通を整備する、確かお金にするっていう、確か今はどうなってるか分からないですけど、確かそういう制度があるって聞いていて、だから今の上本さんの話と野村さんの話をしていると、事業者、移動に関する、交通に関する事業者たちとの何かこう、利害を超えた何かこう、共通的な目標とか、バランスの議論、ガバナンスの議論とともに、今まで交通に対してちょっと受け身だったというか、遠目に見ていた人たちまで、何か巻き込むみたいなことも、本当は必要ですよね。そうですね、なんていうんですかね、自分たちが何もしなくてもそこに残って、してもらえる、ずっと残ってくれるだろうっていうふうに、永遠と、道路のような形、道路ももちろんそうではないですけど、そんな感じで考えられているところが、まさにその転換点的なところに来てるし、肌感覚でですね、住民さんも、あれなくなったんやっていうところ、鉄道が特に今顕著ですけれども、なくなっていくっていうところから、でも本当に言うとそれは遅いですよねっていう話ではあるんですけれども、ですけれども、今はまさに、さっきおっしゃっていただいたようなところで、考え直すというか、参加者としてですね、あるいは単に文句を言うだけの参加者ではなくて、実質的な議論を担っていくような市民として、今そういう住民さんがなりうるような機会にもなってるんじゃないかなと思いますね。ですね。で、ありがとうございます。なのでその TPP の P 移動に関する PP のプライベートのところの広がりがもう少しあるのかなっていうのと、ピープルが加わるよっていう、だから P が結構なんかバリエーションがまだまだあるんだなみたいなのをご覧さんに言ってんだなっていうのが、ちょっと最後になるかなと思うんですけど、もう一個だけ少しだけお聞きしたいのが、福島アースの話を少しだけ最後にお聞きしたいなと思っていて、というのも大股ももちろん例外ではないですけども、福祉に関する事業所、ないしは医療に関する事業所、クリニックなり病院なりは、かなりある状態があって、そこがテーマなので、もちろん、バスを出したりってこともありますと。ないしは、福祉に関しては移動が伴ってサービスが成り立っているものが数多くあると。で、そういう中で、社会福祉法人が社会貢献というか、地域に対して何かするってことの流れも、厚労省の文脈の中でもしっかり進んできていて、で、これはいただいた資料の中に入っていたもので、あ、これはまた面白いなと思ったのが、三豊市、香川県の三豊市の話を何か資料でこう共有いただいたときに入っていて、それが、福島アースの第1フェーズか第3フェーズっていうのが書かれていた資料があったんですけど、最初は介護福祉施設の共同送迎の話から始まるよっていうのが書かれていて、でそこに第2フェーズだと買い物送迎と、通院、つまり最初は介護だったからってことかなと思うんですけど、通院がプラスになってきて、で第3フェーズだとむしろこれはもはや人だけじゃないっていうことがなんか書かれてるのかなと思ったんですけど、買い物代行とかいうことが何かこうもう一つ何かあったかなと思うんですけど、何かそういうものがこう足されていくっていう配食サービス
買い物代行と配食サービスから。でこの福祉マウスについても野村さん研究されている結構大きいテーマかなと最後になってしまったんですけど、その可能性、今のお話も私はこう載っているやつを少し最初にご紹介しただけなんですけど、少しご紹介をいただけませんますでしょうか。はい、ありがとうございます。そうですね、その完全に福祉マウスに関して専門というわけではないので、少し、まあ、説明が足りないところもあると思うんですけれども、もともとそのマウスの概念が出てきたときに、やはりまあ地域の資源ってなんだっていうふうに、まあ、考えることが多々あったわけですね。まあ、そうすると、まあ、もちろんそのスクールバスとかに関してもそうですし、まあ、地域の中にはさまざまな送迎を、まあ、日中行っている人たちがおられ、まあ、そしてその車両がありっていうところが当然あるわけですけれども、当然まあ空き時間みたいなものが出てくるという話の中で、まあ、それをいかにこう有益に活用していくのか、まあ、有給資源の活用といったりもするかと思うんですけれども、まあ、そういった中でまあ福祉マウスというのは一つ面白いまあ考えかなと思っていまして、まあ、厳密な定義として私がご説明するというよりかは調べていただいた方が正確かなとは思うんですけれども、まあ、事業所であったりとかですね、まあ、施設送迎みたいなところをうまく組み合わせながら、まあ、さっきのグレーゾーンの話でいうと、まあ、福祉輸送運送みたいなその福祉輸送の部分から公共的なところに広げていくというようなところがイメージかなと思いますし、まあ、マウスというのは一つの契機として、その事業者さんたちがやっていくというのになればいいかなとは思うんですけれども、ただまあ実際ですね、やはり地域の、まあ、社協の方々と喋っててもそうですし、事業所の方々と喋っててもそうですけれども、もし事故があったらどうするんだっていう話、うん、で、本来の送迎にですね、支障をきたしてしまうと、まあ、それ本末転倒だろうっていう話の中で、まあ、これはまた住民送迎とはまた異なった文脈での、 そのリスク管理みたいな話になってくるのかなというふうに思っています。まあ、つまり住民送迎の部分であれば、まあ、例えば8時から5時までの、まあ、日中の時間ですね、住民送迎で事故が起きればまあ当然対応すればいいわけですけれども、例えばその福祉マウスという文脈で事業者の方をまあ送迎車両を使うとなると、まあ途中で事故が起きてしまうと、じゃあ夕方の送迎どうするんだみたいな話になって、これは当然スクールバスでも起きるかと思うんですけども、そういった意味では政策立案者であったりとかですね、まあ研究者が思っている福祉マウスみたいなところと、まあ実践者の方々がですね、いやそんなうまくいくわけないって思ってらっしゃる方っていうのは、やっぱり一定こうギャップがあるというふうに思っています。ただこういう、まあ、香川県の事例であったりとか、まあ、いくつかですねそういう福祉マウスの事例も出てきてはいるかと思いますので、まあ、特に空いている送迎車両といいますかの、まあ、効率的な活用であったりとか、まあ、予約システムをですね、まあ、これまで人が手で、まあ、アナログでやっていったものをきちんとこう、まあデジタルにやっていただけるというところが、まあ一つのメリットかなと思います。で、まあ、何も高齢者がですね ICT を使ってうんぬんっていうわけではなくて、まあ、今までのアナログだった部分をデジタル化していくという意味では、福祉マウスというのは非常にこう好意的に取れる部分もあるんじゃないかなというふうに思ってますし、まあ、今その水戸市であったりとか、まあ、他の地域でやってる福祉マウスみたいなのがどういう発展を見せるのかっていうのも、これまた僕はまあ注目をすべきところでもあるかなというふうには思っているところです。うん、いや、なんかいや、最後にその福祉のマウスの話で、今の野村さんが言ってくださったように、その、有給資産というか、有給の様々なものが、さっきもあったんですけど、それをうまく活かしていく時代というか、社会になっているよ。それは個人でもあるし、事業所でもあるよっていうことがあったと思うんですけども、なんていうかですね、福祉の世界に、ちょっと目線を変えますけど、福祉の世界って例えば重要なの高齢においても障害においても、それ権利擁護の議論ってあるんですよ。で、権利擁護の議論って何か具体的な制度がどうっていう話ではなくて、その人のある意味人権がどれだけしっかりこう担保されているか保障されているかという中で、まあ、野村さんが提起されていることで移動が、まあ、本当に重要だよなっていうのを、まあ、改めて我々も感じてます。思うところに完全にじゃないにしてもそれなりにいけないと、やっぱりそれは人間らしく生きているのかっていうと、まあ、そうではないんじゃないのっていうのは言えるだろうと。で、そういうふうに考えると、実は移動を福祉の立場で関わっている人たちにおいて、移動って考えたときに、まあ、送迎みたいなのが浮かぶかもしれないんですけど、公共交通までみたいなことが、例えば自分たちの専門分野と違うんじゃないかっていうのがあったりとかすると。で、ただもう一方では、やっぱり廃用症候群というような状況で、つまり何かこう、行く場所とかつながりがなくなって、外に出なくなって、足がどんどん弱ってしまって、転びやすくなったりとか、出られなくなっていくみたいなことになると、でその人のある意味、一番重要なこのパーソナルな移動っていうのは足腰じゃないですか。で、足腰が弱っていくっていうこと自体も移動がやっぱりこう弱っていくことと同義ですよね。車、まあ、さっき言ったファーストワンマイルとかラストワンマイルが対応できなくなる。で、しかも思い通りに玄関まで出られなくなったら、もう、それはもう大変なことじゃないですか。で、でもそこには福祉職で医療職がかかってるわけなんですよ。かかっていて、
でもそれがまあ、それを積極的にやっていくっていうことともに、要はつまり介護予防とか健康の議論ですけど、まあ、そこに関わりながら、でも家から出て100メートルどうするかまた本当復職も考えていかないと、結局足腰だけのことやったって移動保障してあげられてないので権利擁護できてないわけですよねっていう。で、その後のありようもみんなで一緒に考えていく、バスを使えるのかもしれないし、福祉業者がどう関われるのか、医療関係者がどう関われるのか、他の事業者がどう関われるのかを考えていくっていうのを考えやっていくと、なんていうか、野村さんが提示してくれているこの移動っていうのは、結構そのパーソナルの足腰の議論から、途中の移動から、つながりから、なんかにぎわいまで、結構こう、本当は役所の部署の一つに、縦割りの縦一個移動で増やすのもあれなんで横かもしれないですけど、こう移動みたいな横串が、ある意味役所の中にも入ったり、まあ地域の中でもそういう観点で幅広く議論ができるといいなという、結構福祉の人たちにとってもこう重要だし、なんかそれぐらいのインパクトがありそうだなと思うんですけど、まあどうですかねって話もあるんですけど、どうですかね。そうですね。先ほどおっしゃっていただいたところと、まあ、真ん中からその原口さんのおっしゃってるパーソンセンタードみたいなところです。オムターの方でも自分それ取り組まれてると思うんですけれども、結構海外でもですね、その福祉マースに取り組まれている、あるいは実証実験している事例なんか見てると、まあ、パーソンセンタードファンディングみたいなことを言ってるわけです。まあ、人を中心とした、まあ、なんていうんでしょうかね。ファンドというか、まあ、お金をどういうふうに作っていくかみたいな話、まあ、補助金みたいな話ですかね。でそういうところから、まあ、本来のまあスペシャルトランスポートみたいな、復習層みたいなところで、まあ、あとはアドオンというか、まあ、拡張機能として公共交通を付け加えていく、そしてまあタクシーを付け加えていくみたいな形で考えられているようなスキームもあるみたいで、まあ、そのあたりちょっとまだ勉強中なのでわからないですけれども、まあ、人を中心とすればそれはそうやろうなっていうところからあると思いますし、まあ、さっきの福祉マースみたいな議論でいくと、まあ、福祉事業者がまあ公共の方に手を伸ばしていったっていいじゃないかっていう議論も、まあ、玉城町の社協の議論からすればあるわけですし、まあ、そういったところでまあ役割分担をしつつ、ここからはあなた方のするところだから私のするところじゃないっていうふうにするんじゃなくて、きちんと手を携えていけるようなところの、まあ、まさにそのグレーゾーンとか、まあ、網目をですね、作らないというか、まあ、こぼさないようにする仕組み作りっていうのは、それこそまあパブリックもプライベートもピープルも含めて必要だろうなというふうには思っているところですので、そういった意味で言うと、まあ、人を中心とした移動みたいなパーソンセンタードモビリティっていうんでしょうかね、まあ、そういったところ、まあ、当然当たり前ではあるんですけれども、モビリティって感じがです、まあ、改めてそういうところから捉え直していくという意味では、先ほどおっしゃっていただいたような、まあ、縦割りの横に串刺すような形での、まあ、モビリティみたいなところが必要なのかなと思いますし、まあ、その背景にはやはり、まあ、最初に申し上げたようなところで、まあ、あらゆる生活の場面の基礎となるところに、まあ、移動とか交通っていうものがあるわけで、まあ、そういった意味で言うと、まあ、最近、まあ、ようやく公共交通 の、 そのクロスセクター分析みたいなところで、まあ、単に交通の、まあ、政策として見るんじゃなくて、他の福祉政策とか教育政策とかも含めた、まあ、利益であったりとか、そういうところを見ていくというふうになってますけれども、まあ、そもそもそのモビリティっていう観点からすると、交通政策単独で考えられるはずがないわけで、まあ、そういったところで、まあもしかすると地方自治体さんの中でもそのモビリティ政策化みたいなところが出てきたりすると面白いのかなってのは個人的には思っているところですし、まあ、そうするともう少し広範な議論になってくるのかなっていうふうには思っているところですね。野村さん大丈夫ですか？いや面白かったです。面白い。いや本当にだからその移動っていうのは誰でも要は当事者なんですね。あんまり気づいてないですけど、で誰もが関わって公共的に関わっているアクターでもあり得て、しかもそれが時間軸面的にそうだし、まあ、面的に捉えるということは今までも散々話してきましたし、野村さんが途中で言ってましたけど、要は時間軸で見ても誰もがそのもともと移動できなかったし行く先移動できなくなるっていう意味では、誰もが当事者になりうるっていう意味では、面的にもこう時間軸的にももうまさに、まあ、そういう意味では私たちが公共性発揮できる最もなんか大事な部分だなと思って、いや今日面白く話聞かせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。今おっしゃっていたいところで1点だけというところなんですけども、まあ、交通のことも研究してるんですけど、一応まあバリアフリー論っていう授業もまあ担当、まあ、一応立命館母校でしてまして、まあ、その授業でまあ初めに言うのは、まあ、皆さん今日大学から帰るときに骨折したらどうしますかっていう話をするんですよね。まあ、つまり障害持ってなくてもとかですね、まあ、手帳持ってなくても、まあ、ある日突然ですね移動困難者になるっていうのは、まあ、当然皆さん分かってはいらっしゃることだと思いますし、まあ、個人的な話で恐縮ですけれども、うちの母親もこの前
ゴミ捨て行くときにこけて膝の皿が割れて骨折してみたいなのがあって、うん、ある日突然本当に交通弱者になってしまったわけですね。それまで、まあ、父親も母親も免許を持っているので、まあ、それぞれ車で2台移動してたわけですけれども、急にまあ父親が介護者になって、で 母がまあ非介護者になって、まあ、ケアしながら生活するっていうところで、まあ、非常に僕も肌感覚でですね、まあ、感じていたところで、一方でまあコロナみたいな変な要因が入ってくると僕も帰るに帰れなかったりとかして、まあ2人でのケアにしかならなくなっちゃったりとかして、まあ、そういった意味で言うと本当にこう移動っていう観点からすると生活困難みたいなところっていうのはかなり隣り合わせ、特に車社会っていう文脈の中ではあるのかなっていうふうに考えていまして、まあ、そういったところからももう少しこう皆さんにこう危機感とかリアリティを持って考えていただければいいのかなっていうところはすごく思いながらですね見ているところでもありましたし、先ほど上本さんにおっしゃっていたところでそれを思い出して思わず話してしまいました。ありがとうございます。ありがとうございます。